宝塚歌劇団の雪組公演夢回線両土産センセーショナルが19日兵庫県宝塚市の宝塚大劇場で開幕した。雪組にとって3年ぶりとなる日本物の芝居と情熱的なショーはいずれも春らしく明るい気持ちになれる作品。トップスター綾風咲菜とトップ娘役浅月キワのコンビを中心に層の厚い雪組生の魅力が発揮されている。夢回線両土産は桃太郎侍など大衆時代小説で人気を博した山手喜一郎による同名小説が原作。時は江戸時代、小田原の庄屋の息子夢回斎風は父から千両を使って道楽修行するよう命じられ江戸へ向かう。道中スリのお銀朝月に懐を狙われるが、向かいの優しさに惹かれたお銀は押しかけ女房に。江戸で暮らす二人の周りで騒動が起きる。脚本演出は志田正也。向かいは暴力を嫌い悪事を働く連中にこれも道楽修行だべと大金を渡して問題を収める。宝塚ら叱らぬヒーロー綾風はおおらかな役作りで魅力的に見せた。朝月は気性は荒いが好きな相手には弱いお銀の一途な恋心を表現。浅見純は女にだらしない飛脚問屋の若旦那を軽妙に演じた。ショーセンセーショナル。中村和典作演出は名愛希望がテーマだ。ダンサーの綾風は芝居とは打って変わってギラギラしたスターのオーラを解放。今公演で対談する綾岡がソロで惜別の歌を披露する。中空組から組替え後初めての雪組出演となる和樹空が綾風と2人で踊るシーンも印象的だ。雪組は東京で1月に上演予定だったショーが全公演中止に。ステージの上に立つ喜びがあふれ出たエネルギッシュな舞台に仕上がっている。4月18日まで。同日の千秋楽は全国の映画館でライブ中継とインターネットテレビでのライブ配信がある。東京宝塚劇場は5月7日から6月12日。反橋のぞみ